ハマレオンです。ドンちゃんです。こんにちは。こんにちは、チャンネルティオリです。お願いします。今日は何でしょう、これも日本初上陸やと思います、はい、日本初デビューやと思います、はい、前回レッドやりましたが、ベンタス TR ブラック、これ興味ある人めちゃくちゃ多いと思う。手元見せたって、手元がかっこいい。この柄わかるかな、映るんかな。めっちゃかっこいいんですよ、はい、ちょっとグレーっぽくなってね、うん、カーボンが見えてる感じになってます、はい、今回 6S で揃えさせてもらって、どうだったの？ 5が11月ぐらいなんね。あ、そうなんですね。って言われた、しばらく入ってこないんですけど。で、僕が 7X で、まずじゃあブラックで、データがまたフルスペックの時ぐらいになると思うんで、データはちょっと遅くなるんですけど、ね、はい、売ってる感じを皆さんにブラックとどう違うのかっていうのをお伝えしていけたらいいなと思ってます。ベンタスブラックと TR の比較ですね。これも人気ですよね、はい、ブラックも売れたな。みんな持ってますよ多分。いや、そうやな。だからこそハードヒッターみんなブラックやな、うん、よし、じゃあ売っていきます。よし、ベンタスブラック 6S、はい、打っていきます。これもこれで久々ちゃん、ブラック打つ久々ですね。フェード打ちやすそうですね。しかも 6S なんか普段打たないですもんね。オーバース、いや、今日のハマレオンにはちょっとしんどいんちゃう。普段ですらしんどいですからね。言うてなかったですが、流行りのあれになった明けです。皆さん温かい目で、温かい目でご覧ください。ぜいぜい言います。まあこんな感じですかね、はい、ちょっとまあフェード打ちやすそうな感じです ね。まあ問題はこれじゃないんで、うん、とりあえずこれはドンちゃんに買っていきたいと思います。しならん、まあ、まあ取りやすい感じです。あ、ほんま、はい、あ、意外と、うん、ただこうはないですね一切。あ、こういう感じです。なるほどね。じゃあドンちゃんに、はい、はい、じゃあ、はい、7X、 はい、はい、行っていきます。ドンちゃんは、ステルスプラス、はい、ステルスプラスです、はい、ブラック使ってたことはない？ブラックないんですよ。あ、ほんま。青は持ってたんですけど、普段 D リミテッドやもんな。そうです、だから似てるんですかね。似てるかもしらんな、はい、系統。 7X 同じなんで、いいんじゃない。もう思ってる球筋って感じですね。抜群出てほしい球筋。ああ、でもめっちゃええで、効率めっちゃいいっすね。うん、どんちゃん的にこれを納得できるか知らんけど、あの、お気に入ってるんで。あの、ちゃんと、でもまあまあええやんな、めっちゃいいっす。振り感もめっちゃいいんで、すごい合ってますね、やっぱあそこもすごいよ、16度。いや、そうよ、あ、スピン量もめっちゃええし、素晴らしい。じゃあ、はい、TR 行きましょう。 TR 行きます、はい、もうみんなブラックのこと知ってるから、今さらブラックええねんと思いながら前半見てたと思います。いや、黒の TR が一番謎よ。黒、確かにね。うん、どういうコンセプトなんですか。いや、ブルーのさ、TR で手元黒で下がブルーみたいな意味やと思ってた。意味やと思ってたやん、はい、赤もそうやん。え、黒みたいな。何みたいな。なんか緩なってるんかもしれないですよね。いや、多分ちょっとしなるんちゃう。へえ、赤も出すし、黒も出しとかみたいなノリじゃないですか。え、ちょっと待って、一緒だね。一緒。なんかずっしりしとる感じがあります、この辺が。へえ、だからなんか操作性が上がったのかな。なんかちょっとしなるんちゃうかという噂やけど、確かにちょっとなんか手元でちょっと優しくなってるかもしれないですね。これあれよ、誰もレビューしてへんからすごい大事なレビュー。配信の一撃せなあかんのに、ある種言ったもん勝ちみたいな。あかんって言ったらもう今後ずっとあかんってみんな言い出すかもしれへん。いや、でもなんかちょっとブラックより動くように感じるっすね。あ、マジ？はい。ちなみにその手元のコスメが、はい、今ちょっと中見えて、カーボンが見えてるような状態になってるやん。ブルーも今画像出てると思いますけど、はい、そういう感じになります。へー、今後。なるほどなるほど、はい、徐々に入れ替わっていってるみたい。あれ、ほんまにブラック選ぶ人ってガチガチがいいんやろうけど、あ、DI 好きな人とかええ感じ。あ、そうですね。まあ、フェーダーがいいんかな。おー、待って、押す。あ、そう、押すめちゃくちゃええと思う。押すわ、
ええー、やん。え待ってよ。闇明けでこれ普段より A まである。すごいよ。押す。むちゃくちゃ押す。あ、そう。えぐい。そんなに全然ちゃうかったっす、打った感じ。グーって感じ。すげえな。はい。なんでしょう。普段なんか打った瞬間にそんなしゃべらんとこっていうのがあるんですけど。良すぎた。あ、そんな。そんなとこあるんや。出ました、今声が。確かに。結果いいしな。うん。めっちゃ。うわー、これえぐいかもしれん。データ最高やもんな。データ最高。これえぐいっすわ。ちょっとじゃあ、どんちゃんにも。どんちゃん、ひょっとしたら合わへんかもしれんな、じゃあ。柔らかいっすね。あ、確かに。スピーリミテッドの人が打つようなあれではないんかもしれんっすね。こういう先調子とか捕まり系じゃないけど、グーッと押してくれるみたいな。そうですね。なんか、フェーダーが強いフェードを打つときの、なんか、GT っぽい感じ。あ、なるほどな。はい、GT もゴッツ押すんですよ、ね。なるほど、なるほど。強い、なんか、強いフェードみたいな。確かにフェードめっちゃ強いのです。どんちゃん、それは、7X ですね。7X です。はい。はい。TR です。TR です。おい、ちょっと待って。これ。やっぱ左行ったな。左行ったけど、結構わかるかもしれん。押すやろ。うん。だから、押せてるからこの球になるな。ペラがなんか出なさそう。ペラは出んかも。ちょっともう一回打っていいですか。うん。行った。行く。行ったぞ。球上がったか。球、球、高いっすね。たまたま読んだで今。ああ、でも、ああ、行った行った。いや、でもやっぱ、動くってことやと思う。スピンが総じて少ない。いや、そう。いや、ほんまそうやな。めっちゃこれ、ズドーンって球じゃない。これはすごいな。いや、でもやっぱりちょっと動くと思います。ブラックと比べたら。ブラックと比べたら。なんかあれやな、コウメさんみたいな球打つな。なんかフェードで球高くて手スピンみたいな。ああ、もうボーダーのバーン。UB 使っとったら、コウメさんこんな感じの、ボーンって感じ。あ、そうなんや。合うんちゃうか。いや、結構合うんちゃうか。コウメさん。コウメさん。6S でいいんですか。あかんやろ。絶対あかんやろ。なんか動画過ぎたとか。コウメさん多分僕と同じぐらいだと思う。じゃあコウメさんの劣化版として今日来たわけ。あ、そうか。劣化版。もちろん。上位互換の言えないです。上位互換のさすがに。めちゃくちゃ劣化版。介護官です。介護官。ほんまに。はい。ヘナチョコっす。いや、一回言ってほしいな、コウメさんに。確かに。な。めちゃ良さそうだと思う。ブラックしんどい人向け。ブラックしんどい人向け、はい、うん。確実に合うと思います。ちょっと見え張ってんな、みたいな。あ、なるほどね。ブラック使えんねんぞっていう人、やめてくれる。見た目ブラックやしな。いや、やめてくれる。絶対おるから。藤倉に怒られるやん。いやいやいや、それはそれで藤倉も。まあ確かに、同じ商品出すわけにもいかんもんな。いや、そう、全然ちゃうし。見え張るとか言うからやで。いや。おるよ。おる。でもそんなちゃうんやな。押しますね。全然別物ってことやな。ブラックシャフト何もしてくれないちょっと感じがあるんですけど、うんうん、こっちは結構仕事しよう。仕事結構ちょっとだけしてくれるようになったって感じ。バイトぐらいとはまた。あ、全然ちゃうっすね。バイトぐらい。バイトぐらいの運動量。いや、これ結構気に入ったんやけど。ほんま。すごい。はい。え、ほんなんレッド TR もブラック TR もなかなか。うん。正直ブルーはブルーの方が TR。はいはい。はいはい。確かに。好みなんで。ブラックかブラック TR やったら TR の。一般向けしそうなブラック。あ、そうですね。万人向けのブラック。間が取りやすくて。押す。なんせ押す。GT も押すけど、一緒ぐらい押す。まあ、あのブラックの仕事せえへん感じが好きな人はブラックでやろうけど、もうちょっとなんか欲しいみたいな人は TR がいい。そのブルー TR がブラックとブルーの間じゃなかったよ、個人的に。こっちの方がブラックとブルーの間なんだな。確かに。なるほどな。すごい思う。近いと思う、はい、あっちはなんかちょっとハードに感じたんですよ。闇明けであんだけ出たもんな。びっくりしますよ、打った瞬間はこれ来たもんな。すごい出たもん。もうすでに販売しております。はい、はい、ザサイとペイペイも楽天市場の方で販売しておりますので、はい、よかったらそちらの方でご購入よろしくお願いします。日本未発売です。はい、藤倉さんごめんなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。